はい、どうもバモログフィールドチャンネルのバモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はね、キャンピングトレーラー講義動画ショートということでお伝えします。簡単な話なんですが、この車止めを2つ用意しましょうということです。これね、これとこれ2つ。意外にキャンピングトレーラーってね、切り離した時にね、思ったより坂でガーって下っていっちゃうとか、ちょっとしたことでジャッキを上げた時にね、下っていっちゃうとか、動いてしまうとかね、そういうことがあるんです。あとサイドブレーキも甘かったりしてですね、効きが悪かったりすることもあるので、この車止めがあるとね、とっても安心。もちろんパンクした時にも使えるし、ぜひね、持ってない方用意してみてください。これ安いんで、概要欄の方にね、Amazon リンクを貼っておきますので見てみてくださいね。安全に、旅をしましょう。では皆さん、楽しい旅を。バイバイ。